今回は、おば急に新しい路線ができたので、紹介したいと思います。申し遅れました。昨夜です。眠れ。あ、そういえば草が草中なのよ。時計は復活なのね。それでやっとあの路線を走れる。毎回当線運転してるとき、本郷から先に単線の路線があったんだけど。まずは冬から ALB なのね。申し訳ないけど倍速するわよ。では復活してから初めての運転。このブレーク3回起動ちょっといね。ここで復活ってどういうこと？って人がいるかもしれないので解説するよ。実はこのおば急1回グループがブロクソによって凍結されてゲームができなくなり、結局新ゲーム新グループを立てることにして、新ゲームはまだ移す段階なので一部の音や車両が出てこなく、その車両が復活したので復活ってわけ。それにしても駆動車で2両がジョイノに出るとはね。じゃあ新しい路線までカット。ドアを閉めます。ご注意ください。うろうろ入っていくなし。ここを直進すればもう新路線です。ご乗車ありがとうございます。この列車は普通列車の奥地取り行き、ワンマン列車です。次は本郷神宮前、本郷神宮前です。この列車ではワンマン運転を行っております。発車ベルが鳴り終わりますとドアが閉まります。駆け込み乗車は大変危険です。おやめください。この新路線は単線なのね。この新路線は山をすり抜ける感じに路線があり、山に囲まれる部分もあります。対向列車とすれ違う場所も一つしかありません。緑視線の方が距離は短くて、台風で来る場所多いのにまさか、新路線の方が長いくせに、台風がハフとてしかないなんて、ここから本格的に山に入るのかね。このトンネル幅、結構ギリギリなんですよね。こういう幅がぐるぐるのトンネルは、おば急で初めてかね。これ、私から見たら、高徳のトンネルよりちゃんとできてて、ライトの光り方がトンネル感を出すんですよね。確かに、高徳のトンネルより、ライトの光り方がリアルになってるね。走行行ってるうちに間もなくこの、新路線の見どころポイントの1個ね、トンネル内でのカーブです。トンネル内でのカーブは、ピカも合わせて空港線のピカ登ってからのカーブとこのカーブだけよね。トンネルの連打が山のトンネルっていう感じを出していてるね。このカーブを曲がると間もなく山を少し登ります。あれ、なんで坂があるの？ここはピカってわけではないし、山を少し登ったら大きい急なカーブがあります。うわぁ、めちゃくちゃ急カーブだし、3人崖がある。左は見た感じ奈落ですね。ここでブラジルをしたら、何意味わからんこと考えてるの。本郷神宮前、本郷神宮前です。この電車は締め切り作業のためドアを一度閉めさせていただきます。締め切り作業後に降りになられる方は前の出口をご利用ください。ドアが開きます。ご注意ください。本郷神宮前です。ここは改札はありません。不正されそうですね。ここは見た感じ軽スープがないですね。駅名標を見てみましょう。ホームよし。黒文字と黒っぽい看板のセットだから見にくいね。まあ駅名標はそんなに使わないしね。ドアを閉めます。ご注意ください。そういえば、これって新ゲームでの新路線、それとも旧ゲーム？動画は新ゲームでの運転だよ。確か旧ゲームはなかった気がする。旧ゲームは謎の圧出が最後だった覚えがあって、IC カードのバグも旧ゲームは治ってないから、テカレミリア速度出しすぎ。この新路線の最高速度はだいたい45キロよ。あ、そうなの？ここ、プライベートサーバーだったからいいけど、野良だったらギッピーよ。あー、普段から何にも見えない。ちょっとうるさい。ここから、奥地取りに向かって少しずつ、高度を下げていきます。この坂はだいぶ長いわね。この坂を抜けた先には、さっきのトンネルと似たようなトンネルがあります。でさこね、本郷山脈と角取り山脈とか、名前つけてるくらい穴があるわよ。まあ、それが、今回の新路線の見どころですから。やっと坂の終わりが見えたわ。あれがさっき昨夜が言ってた、トンネルかしら。確かに幅ぐるぐるだわ。ここは私の勝手な想像ですけど、山に登るループ線をイメージしてるんじゃないですかね。それは確かによくないわね。まあ、開発者さんの本当のイメージは、わかりませんけど、私からしたら、そういうイメージがあります。せっかく出たらトンネル入ってたわ。トンネルの横よく見るとライトがあるわね。トンネル抜けたらカーブがあり、その後すぐに駅があります。ここはそこそこ緩やかなカーブだね。山を突き抜ける路線とはいえ、全てが急カーブというわけではないですから。それにしても、おば線のこの線とか、車体停車か知らないけど、この車体が停車になるのよね。あ、あれが千鳥さん道です。ワンマンなので停車お願いします。これが千鳥さん道か。カーブに行くは恐れだな。ここも停止位置はありません。カーブの位置だから少しゆっくり止まろうとしてるみたいですね。まあカーブで逃げるからね。私は少しでも逃げを減らしたいからこうやって停車してるんだよね。そんな遅かったら高め鉄道とか行ったら遅延しまくりですよ。しかもブレーキ感はオン、動画としてはうるさすぎて困るので、ほどほどにしてもらって。まあまあ、千鳥さん道です。ここは駅名標が変わったフォントです。あと駅舎があります。小さいですがね。まもなく発車します。あ、言い忘れてしまいました。長いので、1.3 倍速でお送りしております。てか、この列車運転席にドアボタンがあるから、めちゃくちゃドア調整しやすい。作動はしないけどこれ、モニターまでついてるのか。このモニター、作動は、ロブロックスの原理的に難しいんじゃないんですかね。まず、固定カーブし忘れてた。これで、レミリアが目標としている高根鉄道に行けませんよ。この道の駅下げるのか、次の駅で動画を終わりにしたいと思います。この辺山が対応にあるから、ズマズマしてるね。まあ、それは山周辺を走る路線の特徴じゃないですか。下から7区にあること多くね。下も結構急なカーブ。下これ多分山脈ですね。カーブはそろそろ終わると思いますけど、そういえば一つだけ注意
けてしまう時がありますが、それは即締めてください。締めなくても何も起こらないけど、何か勝てるのが嫌な札をやった方がいいよ。視聴者もね、左にも山が現れたけどまたカーブか。やっぱり山の近くを走る。余計なカーブが多くて複雑な展開。このカーブを抜けてしばらくまっすぐ行くと間もなく奥千鳥です。あと少しだわ。山が深くなってきたわね。それにしてもこれで本当に高根鉄道行けるのか。そろそろ山の終わりです。それにしても新路線できてからなんでこんなに動画投稿遅くなったの。編集遅れました。まあいいわ。そろそろ奥千鳥よ。もうあれが見えるってことは奥千鳥ですね。旧ゲームはあの車庫のところに車止めが置いてあったんですよね。貨物ターミナルはやっぱりでかいね。まあそりゃ貨物が発着する場ですからね。今回の新路線は山の中をテーマに作ってたのかな。確かに周りが山だらけだったもんね。そこは開発者さんの作りたかった新しい路線っていうのがちょっと伝わってる感じがしたよ。あとは駅に停車するだけはね。奥千鳥駅は車両全体がぐるぐるだけど最悪最高度が入らなくてもドアカットだから大丈夫かな。遅い速度で止まるのね。まあ単線だし狭い駅だし、もうそろそろ行かね。このまま停車しよう。三人称で確認もするんだね。安全確認は重要だからね。よし、増の終了。今回は小田急の新路線を紹介してきました。この新路線は山を突き抜けるように走っていて、景色も非常に良かったです。この新路線の制作者に関しては概要欄にあります。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。